紀子様の噂っていうのはいろいろあるんですけども、結構本当なんじゃないのかなと。火のないところにね、煙は立たないと言われますけども、観測記事を出し反応を見て今後の流れを決めるとかで、秋篠宮の、上等手段なんです。最近の文春で、あなた使用人です、休日ないですよとかで、秋篠宮邸工事責任者が密かに退職したり、退職者が相次いでるんですね。これは明らかに異様であると。週刊文春2013年の記事、紀子様氷の微笑みの裏側、日本語にもなってない。6月祖をご訪問の際、厳しい叱責に通訳女性が泣き出してしまった。度胸をはらんだご叱責の迫力と、スタッフが皆引き上げたことのことです。紀子は途端に表情を一変させました。通訳の女性に向かって、あなたが訳した植物の名前って日本語にもなってないし、なんだかよくわからないわ。そう語気を荒げて叱責したと思わず耳を疑いました。それまでの穏やかな笑顔から全く想像できないご表情で、あの笑顔っていうのは仮面なんです。現場は凍りつきました。かわいそうに通訳の子は外務省の研修を終えたばかりの若い女性だったんですが、涙を流していたと。たとえ担当した要人から叱責を受けたとしても、通訳は口外するわけにはいかない、そんな事情もあるんですね。通訳の女性本誌に文春が直撃をしたんですが、か細い声で、そんなことはありません、これ隠すしかない。最近の文春でも出たように、退職した職員さんがいらっしゃるんです、パワハラでね。それは工事を担当していた職員なんですが、隠すわけなんですよ、全然言わないわけですね。で、料理人とかに文春がアプローチしても逃げ去るようにどっか行くんですね。通訳は公開するわけにはいかないと。それが皇族方ならなおさらのことです。それでなくても通訳は存在に扱われるのが常であると。会議の席辞表などでも通訳とだけ書かれて、個人名が記されていないなどの日常茶飯事、おいとか君とかしか呼ばれないと。あの微笑みは仮面なんですと。ただし同僚から聞いたある話が忘れられない。それは欧州某国の大使館に勤務していた30代の若い専門職員の話だったわけです。ある時彼は来日したその国の大統領夫人について美智子皇后との通訳を務めることになったと。しかし極度の緊張と知識豊かな二人の多岐にわたる話題についていくのが精一杯で、ある単語を訳し間違えた。美智子はそっと訂正された。その時はお優しさを発動されたんですね。もう珍しく今回の紀子様のお振る舞いは美智子とは対照的だったと言えるかもしれない。美智子よりひどいわけですね。美智子もなかなか癇癪を起こすぞとはよく言われる話なんですが、かつて宮家に勤めたある職員が話します。実はこれまでもたびたび紀子様の外でお店になるのとは違うお顔を拝見したことがあるんです。開けてはならないんです。この扉はパンドラの箱なんです。私も初めは驚きました。ご会見などでの優美なお話の仕方や立ち振る舞いを拝見していて、私も皆さんと同様、紀子にはゆったりとしたどこかスローモーな印象を持っていたわけです。しかしながらあの微笑みはいわば仮面なんです。仮面を外した宮家の中での素顔は全く違います。文春にも書かれてあったこのワードが出てくるわけですね。その昔、あなた自己中ねと女子職員を強い口調で説教されたこともありましたが、そんなのは序の口ですよ。具体的にはとても言えませんけど、その人の至らない部分をひどい言葉に例えてお叱りになることもありました。勤務先としての栄宮家は宮内庁職員の間ではご乱馬と呼ばれ恐れられているが、その理由に挙げられているのがこの紀子の厳格なご性格だと。元宮内庁職員当時を振り返るんです。あの時は怖かったなと。ある時栄宮家の中で事務職員ではない議会のポストに空きが出たことがあったんです。当時私は採用してもいいものが非常に迷いました。これ評判が非常に悪かったからです。前任者は紀子様に本来の仕事以外の雑務を頼まれたり激しく非難されたことで精神的に参っていると。それで辞めることになってしまったんです。異常ですよ。じゃあ紀子がこんだけ激しくなったのって悠仁が生まれた時なんですね。ですから筑波なんて言わずに他の学校あるんじゃないのかなって僕は思ってますし、それが悠仁君の幸せになるんじゃないのかなとは思うんです。劣等感の塊の紀子様からとったらストレスじゃないのかな、それが当たってるんじゃないのと、そういうね予想もあるわけです。なおかつまず事務方トップである厩務官と奥と呼ばれるプライベートを一手に取り仕切る次女長がこの1年以内に2人とも交代して、この2つのポストだけでも4年で6人が辞めていると。他のポストを含めればなんと10年の間に10人以上が交代している。しかも秋篠宮家の職員って20人しかいなかったわけですよ、もともと。それでも10人以上が交代してしまうっていう異様な職場なんですね。これ本当なんですね。じゃあ証拠をお見せいたしましょうか。人事です。これ2023年から2020年の話です。
公職休務官が、まあ、秋篠宮のですね、職員です。依頼免職されてるわけですね。はい、一人目でしょ。式部官庁が依頼、免職をされている。まあ、それから公職休務官庁が依頼免職をされていると。これで二人目なわけです。またね、2023年3月16日に、石波さんという方が休務官を退職されている。2022年12月31日です。公職の10位の方が依頼免職、新たな人が入れ替わってます。2022年8月18日、西野さんという公職休務官が依頼免職されている。2022年5月2日です。3ヶ月しか経ってない。前田さんという方が依頼免職されているんですね。全員公職ですよ。公職の休務官です。2022年1月19日、武田さんという方が依頼免職されている。3ヶ月に1人ぐらい人が辞めてるんですよ。異常だと思いますよ。上皇職も結構辞めてるんですけど、だから上皇職もきついんでしょうけど、で山本さんっていう公職休務官が依頼免職、2021年、3月ぐらいですね。この月はすごい。2020年、11月30日、2人辞めてます。上皇の辞任も辞めてますけども、石川さん、依頼免職で警察庁へ行かれています。これだけあるんですよ。2020年から2023年にかけて11人も辞めてるわけですよ。すごい数字じゃないですか。たった3年で11人も公職休務官でね。だから10年で10人交代するっていう話だったんだけども、それよりひどいんですね。噂以上であったと。秋篠宮家の実態ですね。あまりに恐ろしい宮家であると思うわけです。真相レポート。紀子45歳。永宮家を裏で牛耳る3人の側近。10人以上の職員が交代。これ職員が20人しかいなかった時です。今50人いますから、だいたい 2.5 倍にはなるわけで、確かに3年で10人ぐらい辞めてるわけです。今もなお続いてるということです。この傾向はね。やりたい放題なんですよ。これはパワハラの問題ですし、人権侵害であると思いますよ。関われざる人間関係を明らかにする。我々に人事権はありません。命じられた場所で働くだけ。耐えられない人は夜逃げ同然で去る人もいる。ある関係者はこう話した。普段は宮内庁はなぜこれほどまでに頻繁に人事を行ったのか知られている永宮家職員たちの真実を初めてつまびらかにする。明らかに変わってるんですね。かつて宮家職員が打ち明けた一件が忘れられないんだと。聴取ではある宮内庁関係者を取材しましたと。その人は紀子に叱責されたことが強烈な記憶として残っているようでした。なんとトラウマまで与えてるんですね。ただ正直何のことで咎められたのか覚えてない。普段のイメージとは違う迫力に愕然とした。頭の中が真っ白になってしまったと語っていました。永宮家に帰る。まず事務方トップである休務官と奥と呼ばれるプライベート一手に取り仕切る事情長が交代しています。だが前室の職員はお辞めになる方の気持ちを分かるともう漏らしたと。半ば神経症のようになって宮家から下がる職員もいるようです。あそこで働いていれば日々積もりに積もるものがあるのは当然です。来た人が大回りになる前と比較すると職員数は増えている。職員は秋篠宮家に来たらオールラウンダーにならなければいけない。文春の電子版ではもっとすごいことが書いてあります。10人の休務官が7人に。これ2019年の話です。さっきの辞表者の人事の、表はあれは2020年から2023年の話ですから、現在進行形でものすごく人が辞めてるんですけど、その間の2019年も状況は一緒なんですね。永宮家が偽皇太子として皇嗣というインチキ称号を授かりました。5月の身代わりに伴い新たに皇嗣職が設置されて、それまで約20人だった永宮家を担当する職員が一気に倍増した。その人事がうまくいってないんです。皇嗣は事実上の皇太子ですから、皇嗣職は皇太子ご一家を支えた東宮職とほぼ同規模の定員51名となりました。東宮職においては主に皇太子を担当する東宮侍従、皇太子府を担当する東宮、女官と職名を区別していましたが、皇嗣家では男女の区別をつけず休務官で統一しました。秋篠宮家のこの虐待とかパワハラをバレる、それを防ぐ狙いがあるんじゃないのかなと思います。みんな口を、ね、塞ぐんです。聞いても答えないんです。これ非常に深い闇があるんじゃないのかなと思いますし、被害者の方は相当いるんじゃないのかなと思います。いっぱい辞めてますから。眞子さんや佳子様も含めた永宮ご一家の公務の調整や報道対応、身の回りの品々の準備であったり、私的な交際まで幅広く対応する休務官の定員は10名。これは東宮侍従5名、女官5名の計10名で皇太子ご一家を支えた例に準ずる。ただ、東宮家3人を10名で支えたことを思えば、永宮家の5人を支えるのに、定員を目いっぱい使うのは当然である。ところが、この休務官、5月1日の発令時点でなぜか8名しかいなかったと。実は、内定していたうちの2人が直前に辞めてしまったんですね。だから、欠員のままスタートせざるを得なかったんですよ。いわゆるリハとか準備みたいなものがあったんですね。準備期間で
なんと2人が嫌になって辞めてしまったんですね。これすごいことじゃないですか。そもそも今年5月からの公職発足にあたって、昨年頃から順次内定者が決まったんですけど、キコとね、ご縁の深いお茶の水女子大の職員など民間出身者もいたと。ところが、身代わりの前の鳴らし運転の中です。過酷な職場環境に馴染めずに、すぐに2人から辞退を申し出る声が上がったんです。平均して3ヶ月に1人は人がいなくなる。なおかつ、鳴らし運転の段階でも2人辞める。とんでもない職場である。これは異常である。人権侵害がそこで行われている。これは虐待の総括であると思うわけですね。お茶代の女性職員、もう一人は経産省の男性職員でした。今の時代にそんなこと許されないんですよ。労働基準法に引っかかりまして、これ拘束じゃなかったら捕まってると思いますけど、休日もなくして働かせてると思うんです。それは捕まってますよ、普通に。拘束じゃなければ。拘束を裁く法律はないですから。だから、エイミヤ家はそれにアグラを変えて暴走してるんです。やりたい放題ですよ。エイミヤ家はこれまでも五男場と呼ばれてきた。身代わりの前のエイミヤ家は、職員がわずか20名ほど、ただでさえ仕事量が膨大な上、キコの要求水準がとにかく高い。で、わけわからんこと言われるわけです。しかも、やりがいもないわけです。国民からは非難されるわけです。そんな職場に誰が行きたいんですか？刑務所ですよ、これ。紀子様は会見などで見せる穏やかで控えめな音声とは違って、女性職員に対してあなた自己中ねと強くたしなめられるなど、宮内庁内でも厳しさは有名でしたと。体調を崩す人は後を絶たない。3年間で10人が、しかも全員依頼免職であると。まあ闇を感じますよね。まあ、書いてる以上のことが行われて、むしろ噂より厳しいことが行われてるのかなと思います。10年で10人をはるかに超えた3年で10人以上です。意味がわからない数字です。だって50人しかいないんですよ。ブラック企業大賞を受賞してもおかしくないレベルです。英宮家の内情を知っている宮内庁職員はなかなか行きたがらないんです。今回もある宮内庁職員が異動を打診され、英宮家に行くぐらいなら宮内庁辞めますと。そう言って免れたんですね。それぐらい嫌なんですね。霞が関の様々な官庁へのリクルーティングも難航している。有名なんですね。やばい職場で。今年に入ってからもまだまだ人員を探していましたと。休務官以外の事務職員も探していて、これまで人事交流のほとんどなかった地方自治体にも声をかけていたと。適任がおります。秋新です。秋新が務めるべきだと思います。もう秋新しかいません。現在三重県、奈良県、和歌山県などからの出向者が公職に就いていると、自身の元秘書を派遣した鈴木、三重県知事に聞くと、こう経緯を説明する。西村次長は三重県鳥羽市のご出身で、以前からお世話になってました。国体もありますし、一人出してもらえませんかと言われ快諾した。刑務所にね、ある県の職員は匿名を条件にこう語る。宮内庁から昨年要望が来て驚きました。身代わりに伴う暫定的な人事で一任の予定ですと。うちから出向した職員は公務の予定が多くて本当に大変なんですとこぼしていた。紀子は非殿下として公務に邁進される一方、悠仁を守って育てるという重責を担われている。で、紀子様って重責みたいに言われてますけども、違うと思うんですよね。悠仁の出来が悪いからそれ溜まってるんじゃないですか。出産の時も将来のお世継ぎを産むために獅子だったみたいな、違うんです。高齢出産だから不安がってたと、そういう話なんですね。考えてないんですよ。悠仁を産んで、まあ、権力を握れたらいいと思ってると思うわけですね。だから自分主体なんですよ、明らかに。紀子の会議を見たら分かりますよね。で、講師となれば職員数が倍増するだけではなくて、各省から派遣される職員のレベルも上がる。五段場だとは言われなくなるんではないかと期待する声もある。だが現在も五段場ぶりは健在だ。毎朝その日の業務に関する打ち合わせがあって、紀子が参加される。そこで紀子は厳しく叱責なさると。できた立場ですか、うん、だから我々がそんな職員さんを救うために厳しく叱責しなければいけないんですよ。そうじゃないと、キコは辞めることないですよ、これ。職員さんが虐待されてるんですよ。人数は確かに増えましたが、卑怯じゃないですか。普通の上司、監督官とは違うわけですよ。皇族ですよ。何されるか、何がついてるか分かんないですよ、裏に。エイミアご夫妻が望まれるような人物ばかりが来たわけではない。期待値と現実にギャップがあるんでしょう。周りのお付きの警察官とかいると思いますし、そんなとこでキコ様に歯向かえないですよね。すごいプレッシャーだと。それで厳しく叱責なさるわけなんですね。やりたい放題、何様なんや。もうそんなことやめませんか。この表を見ると明らかに天皇家の侍従さんとかやめてないんですよ。退職率が全然違うわけですよ。だから非常に天皇家は幸せな職員さんがいっぱいいらっしゃるし、天皇陛下、政子様、愛子様が非常に素晴らしい職員さんにも優しく
ね、ご対応されてるからだと思うんです、ね、しかも陛下のお姿を拝見することができますから非常に勉強になると思いますし、マインド形成にも役立つと思う、やりがいもそれこそ国のために働いていると胸を張って言えると思うんですね。しかしながら秋篠宮の方はやっつけ仕事じゃないですか、刑務所ですよね、本当の意味のお勤めなんですね。すごいですねと思います。この暴走を止めなければいけないんじゃないの、さすがにやりすぎっすよ結構ね、うん、なんというか不愉快ですよ非常に。じゃあ以上ですね、それじゃあ皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした、ありがとうございました。